ちは、田中のしゃべです。今回ですね、ブリーチヘアケア紹介ということです。はい、まあ、いつも あの新商品のヘアケアを紹介するコーナーなんですけど、今度はですね、このバタンとキラスターデさんから新しく発売されましたブリーチやハイトーンカラーヘアの悩みを考えたハイダメージケアシリーズっていうので、ブロンドアブソリューシカエクストリーム、かまずに言いましたねはい、のヘアケアラインを紹介していきたいと思います。こちらですね、めちゃくちゃブリーチヘアに相性がいいです。相性がいいです。ブリーチした髪に枝毛系を防いでくれたりとか、紫シャンプーとか、紫トリートメントのラインはもうすでに発売されてまして、追加ラインになるんですけど、ものすごいブリーチのダメージをケアしてくれるということでおすすめなので、まず今回はこれを紹介していきたいと思います。はい、で何アイテムかですね、このシカフラッシュラインですね、発売されるんですけど、なんといっても一番の特徴はですね、ダダン、これシャンプーなんですよ。シャンプーすごくないですか。液体じゃなくてクリーム状のシャンプーでして、なんとクリーム状シャンプーっていうのは史上初だそうです。はい、でヒアルロン酸が配合されているっていうのがこれ大きな特徴で、ちゃんと泡立てネットで泡立ててくださいねっていうぐらいきめ細やかな泡ができる、摩擦とか切れ毛を防いでくれる、ちょっと特別なシャンプーです。本当にこんな感じ、僕も初めこれトリートメントなんですかって言ったら、いやシャンプーですよ、みたいな、すごいですよね。ただ使ってみたんですけど、めちゃくちゃもっちりしたきめ細かい泡で、本当に切れ毛とかを防ぐというのが効果で、ヒアルロン酸が入ってるんですけど、ヒアルロン酸量っていう、1g のヒアルロン酸は約6リットルの水を保水します、保持しますっていうので、髪にコーティングしてくれて、潤いをとりあえずしっかりと持たせてくれるっていうのと、あとエーデルワイスフラワーっていうので、その2種類の成分が入ってるんですけど、まあ、とりあえず絡まなく、引っかかんなくて、切れ毛を防いでくれて、ブリーチ毛に優しいっていう、これがすごいめちゃくちゃおすすめなシャンプーです。お値段がですね、250ミリで税込み4070円なんで、そこまで高すぎないんですけど、なんだろう、ブリーチしたケアに髪にすごいおすすめなヘアケアになっております。でこれがまずシャンプーですね。で次、マスクシカエクストリームですね。これブリーチハイトーンカラーの髪を補修し、1日中まとまりある髪へ導く集中トリートメント、これもヒアルロン酸とエデルワイスフラワーというのが入ってまして、ブリーチで傷んだ切れ毛、エラ毛を補修保護するだけではなくて、コーティングして、うねりを防ぎ1日中まとまる、でハイトーンカラーがキューティクルをコーティングして滑らかな指通りで、カラーがすごい綺麗に見えるというような、まあ、ブリーチにハイトーンに特化したヘアケアのマスクですね。これはもう、200ミリで5000、税込み6380円で、いわゆるキラスターデさんのよくあるこういうマスクタイプです。もうこれの一番いいところって香りなんですよ。めちゃくちゃこれ僕ブリーチステレが欲しいなっていうぐらいいい匂いで、カリフォルニアスプラッシュっていうなんかすごいおしゃれな名前の香りだったかな、確かなんですけど、めちゃくちゃいい香りです。これ近くのキラスターデサロンとかで体験できるところは合ってるカリフォルニアスプラッシュですね。オレンジブロッサムとかベルガモットとかマンダリンとか、やっぱケラスターデさんは香りがめちゃくちゃ香水みたいにいいけど、嫌な強さじゃないんで、それがおすすめです。はい、そして次オイルもあります。ブロンドアブソリューユリュシカですね。これ洗い流さないトリートメントのオイルです。これも高級感ありますよね、瓶でおしゃれです。これもですね、絡まり防止とかのいわゆるブリーチした方におすすめのタイプのオイルになっております。で最後、これがすごいんですよ。で、サロントリートメントも今回展開していて、ブースターっていってカクテルトリートメントってあるんですけど、それとこのミックスするやつ、これ見てください。これ髪の毛の補修ケアなんですけど、なんと髪のケアをしながらムラシャンみたいに色を入れて黄ばみを取ってくれるっていう集中ケアトリートメントなんですよ。これすごくないですか。ダメージもケアしながら美容院でムラシャンの黄ばみを取ってくれる効果まであるっていうトリートメント、集中ケアトリートメントです。なのでブリーチした後の髪とかにやると、綺麗なブロンドとかにしてくれる集中ケアトリートメントまで、これはサロン専用なんで、美容室に行った時にやるトリートメントになっております。はい、
っていうのが以上の、ラインと、あとちょっと8月発売、これ6月発売なんですけど、8月には夜につけるセラムシカニュイっていう、いわゆるあの寝てる時にあの切れちゃったりするじゃないですか、やっぱゴニャゴニャゴニャってなる、それを防ぐ、セラムシカニュイっていう夜用の、はい、洗い流さない、トリートメントですね、タオルドライした髪につけて、乾かすっていうやつが発売されますので、以上の4点がホームケアで、1点がこのさっきの紫のやつですねっていうライン展開になっております。はい、いかがでしたでしょうか。あのおすすめです。あのブリーチケアって今大人気で、やっぱブリーチされてる方多いんで、いっぱいいろんなメーカーさんから発売されてて、もともとこのチカフラッシュラインっていうのかな、あのそうチカエクストリームの方がフロンダームソリューションっていうラインは出てるんですけど、それにさらにブリーチの悩みをケアしてくれるヘアケアがケラサンダが出たっていう感じです。これもオージャーでも、レピュラリティとかあのオラフレックスとかいっぱいブリーチケアラインあるんですけど、やっぱりなんだろう、香りで選択肢が今いっぱいあるし、あの効果もなんだろうな、やっぱツヤ感だったりサラサラ感とか、しっとりまとまるやつもあれば軽めのやつもあったりして、ケラサンダではやはりなんだろう、このさっきのシャンプーがめちゃくちゃいいです。なんでブリーチで切れ毛とか悩んでる方はぜひ使ってみてください。もうすごいっすよ、これは本当にサラサラになりますし引っかかんないんで、でも泡立てねねねとしたりとかして、もうこの化粧品かなっていうぐらいの感じなので、これがもうね特徴で一回使ってみてほしいかなと思います。はい、今回の動画は以上になります。はい、またよかったですね、チャンネル登録と高評価ボタンですね、はい、よかったらお願いします。あとですね、インスタとかです、あのツイッターとかものんびりやっておりますので、よかったらそちらもですねフォローよろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。あとはこれ発売6月になりますので、はい、最寄りのケラスタデサロンなんとかで取り扱い開始しますので、気になる方はチェックしていただければいいかなと思います。はい、今回の動画は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。